信始めました。今日は書くよ。1518ですね、今日。変な広告ばっかり出てくる。ショールームの開いた変なって言ったらよくないけど、関係ない広告、私がしようとしてることとは関係ない広告が。よいしょ、ポテチ吸収ショー3袋買ってきた。良いね。ギフトはたい焼きがいいの。いや関係ないかも、あんまり。おみくじゆうちゃんのおはぎ、そうおはぎゆうちゃんがね、ラップにくるんで1個くれながら、ダンゴムシみたいな私感じがめっちゃ美味しかったんだけど、ダンゴムシみたいよりに俺ダンゴムシみたいになってるよ。でも美味しかった、めっちゃ上手。ママと作ったらしくて、何その可愛いエピソードと思って。今日はね宅配が届いたからね。何届いたの。あ、でもね足のねむくみ取るやつも買ったんだよ。あ、そうじゃん、これ買ったんだ。洗顔なくなったから、ちょうど住所は見えないようにしなきゃね。住所見えたらもう最悪。もうそしたらもうみんなに引っ越し費用出してもらう。自分が見せたくせに。今日の配信お母さんね、本当優しい。それをわざわざみんなにくれるなんて。あ、こっちが届いたんだ。これが届いたの。髪飾りと配信で使う髪飾り。あ、でもこんな感じか。なんか想像してたのとちょっと違うけど、まあ可愛いか。もうちょっとでもでかいのが良かったな。もうちょっとでかいの探すか。可愛いんだけどね。こんな感じだね。配達会個別もある。あ、そうなの。でもう一個靴、これ靴が大事だから。待って、靴画像白系だったのにめっちゃシルバーじゃん、マジ。ちょっと待って、これだと私の、いや可愛いんだけどさ、めっちゃ可愛いんだけどさ、ただ写真めっちゃ白だったのにさ色シルバーなんだけど。いやまあ確かにちょっとシルバーっぽいな、なんか名前的にちょっと怖かったんだけど。確かに匂いが、箱の匂いがすごい。いやめっちゃ可愛いんだけど、ただ写真の色めっちゃ白で全然シルバーじゃなかったから、ちょっとどうしよう、まあ、合わないことはないけど他の小物を全部変えなきゃいけなくなってきたな、これ。いやまあダメじゃないな、超シルバー系、白っちゃ白。ポジティブに言うと白っちゃ白。サイズ大丈夫かな。あ、サイズは大丈夫そうだな、一応。いや可愛いんだけどね、めちゃくちゃ可愛いんだけども、デザインは超可愛いんだよ、見てほら、リボンついて、しかもパールもついてるし。ああ取れちゃった。ちょっと白のリボン探すわ。うん、よいしょ。待って、これめっちゃすぐ取れるんだけど大丈夫そう。なんで。え、怖っ、ネットショッピング怖っ。とても可愛いけど怖っ。
どうしよう、これ当日さ、配信中に撮れたらちょっと嫌だなという気持ちはあるよね。接着剤とかでしつけようかな。こんな、あ、待って、全然見えない。こんな感じ、パールがついてて、このズボンに合わなすぎるけど、リボンとパールがついてるの、まあ、ちょっと髪だけどジッパーより高くないから全然軽く踊るのもできるかなって感じだね。いや、これはレンタルじゃない、これは買った。あのレンタルは服のみかな。よいしょ。まあでも可愛いからいっか。画面で見ると白、いや白、じゃ白、なんかいやシルバー、こっち系の白まではいかないけど、まあでも上品だね、なんかここ並べるとまあまあ良いでしょう。兄たんかわいそうやろ、踏まれたいって、え、来てるよ、踏まれたいっていうコメント2個ぐらい来てるよ。もうキモいキモいやめなさい、本当にもう。そう、14日のためのタワー課金してた、ありがとう。熊の上の遠い存在、ため息が出ちゃう、眩しいその微笑み。リッチクッションあったらいいんだけどね。兄たん過去リクガメ。そうなの、亀でも可愛いよね。亀になんか言ってる、わかんないんだよね私も。そこはそう、今日の一番のニュースはあれだね、今日はジャンヌセンターをしました。イエーイ、さすがりなちゃん、とても良かったよ、ふう自分で言う、やったね。なんか髪もちょっと大人っぽいやつなのかわかんないけど、イエルさんに、イエルさん髪大人っぽいのって何があるかなって、ジャンヌっぽいの何があるかな、ハーフアップじゃないって言って、ハーフアップやって、旗はまあ重かったっちゃ重かったかな、けどなんか持ちづらかった、その上の旗の部分が持てないから、なんていうの、棒があってこう旗がついてるじゃないですか、こっからここの部分が持てないから、全く棒なんかここのこの下のここの棒の部分だけってなると上が重くて大変だった。なんかマジでみんなどうやって持ってたんだろうあれって思いながらでも嬉しかったです、楽しかった、よかった、こうやってよかったと思った出来事大事です、ありがとうございます、それは嬉しいございます。声が出なくなった今。今本当嬉しかったですね、やっとセンターができました。その代わり全体ポジションがさ、久しぶりのとこだったからさ、だからなんかめっちゃあーわしちゃった。後半前半曲は何ともなかったんだけど、中盤のあのキスゾンの立ち位置を頭からポンって一回抜けちゃって、えー、みたいな、どこだっけ、え、どこだどこだってなって、めっちゃ頭の中で必死で、そう、復習はしたのに、えみたいな、忘れちゃって、え、マジでどこにいるっけ私次みたいな、なってめっちゃ頭の中で考えてた。花道の端っこに来るとこ好きね、あそこセンターはそこに行くんだね。
わやばい、すごい手からパイプイニッシュの匂いがする。公演終わって楽屋の水道掃除した時にパイプイニッシュ使ったから、すごいパイプイニッシュの匂いする。めちゃいい。今日イエルちゃんの甘える日って何でですか？なんでもない横により私イエルさんで座ってたから、なんか話の流れでそう言っただけ今日はイエルさんに甘える日だよって、ね、でそれで髪の毛全部決めてもらうっていう。これ前の落書き、あのボードね、ウェルカムボード。でもあと純情主義もやりたいけどな、なかなか数がもうあと少ないからできるか分かんない。パジャマドライブ終わるの寂しい。まあそうね、パジャ好きだもんな私も。でも最近その逆上がりのリハやってて、パジャドラ結構好きだったから、ちょっとなんか寂しすぎるなって思ってたんですけど、意外と逆上がり私すごい好きになりそうな感じしてる。もう今現在3曲振り入れしたんですけど、今日含めてなんだけど、意外と待って、私これこの公演とても好きかもみたいなって思い始めてきた。最初やっぱさ、パジャが大好きだからこそさ、うーんと思ってたけど、なんか好きかも。逆上がり公演のさ曲の中でさ、逆上がりって曲あるじゃないですかそのサビでさ、ってあるんですけど、私さこう足踏みしながらこれすんのよ。首傾けるんだけど、あの私不器用だから、これでこっち傾くと足踏みするときに体も傾くんだよねそうだからなんか上ってなって、いつも踊るときは難しいってなる。あれ傾いてんな自分あれまっすぐ立てないんだよねユニットは抱きしめられたら好きよ私。バガンマンの流れ星も好き。でも愛の色も初めて聞いたんだけど、この公演するって聞いて、でもすごい好きだなって思ったし、そうバラードはさすがに多分私無理だろうなって思うし、でもなんかエンドロールか、いつもエスケープって言っちゃうんだけど、エンドロールはダンスだから難しそうだなって。みんな何が似合うと思う、私ユニット何が見たい、体感が弱いのかな、どうなんだろう。わがままの流れ星まさかの流れ星みたいのびっくりなんだけど、本当にあれめちゃ可愛い系の曲だぞ。虫バラはまあソロやからいつかやってみたいなっていう。抱きしめられたらが多いと思ったら、まあ抱きしめられたらも今いい感じに来たな。わがままの流れ星さ、2サビがさあれじゃない、恐竜になれるようにみたいな、どうせそこだけでしょ抱きしめられたら一瞬で燃えて灰になってしまうよ、このまま私が消えたってそれでも構わない。みんなが好きなユニット、でも愛の色めっちゃいい歌だなって思ったし、抱きしめられたらはもうしのさんが、そうしのさんがやってたの見て、あの曲大好き。わがままの流れ星も好きよ、もちろん
可愛いし、わがままな流れ星もうだいぶってる間に、去年 MC の流れ的にみなちゃんが流れ星なんか言ってたっけ、エンドロールマジ難しそう、悲しいのに私を染めるさよならの手がかりもなく、今してるリハって初日メンバー、いや全く関係ないです、だって一個のポジションに一人だけじゃないじゃん、もちろん数的に16ポジあって16人以上いるから、だから別に初日の子も、初日の子もいれば別に次その次の回に出る子ももちろんいるし、だってなんていうのそのなんていうの教えてもらうだけ得じゃん、初日じゃない方としても、だって振り正確な振りが分かるわけだから、そうだから別に毎回振り入れば初日出るメンバーとか全く関係ないですね、エンドロール大好きやけど野呂さんポジだと側転ある、野呂さんポジだけなの俺って、みんな大きくさえさえちゃんの首つけない何やっとんねん、そうですね別にだから初日とか関係ないですね、 だとしたら分かっちゃうくない、普通に今日リハ行ってるメンバーはこのメンバー、じゃあ初日はこいつらか、とか逆にお仕事とかでそのリハ参加できなくてそのポジションに2人とも例えばいないですとか、1つのポジションに2人入ってるとするじゃん、その時にいないですってなったら別のポジションで本来出るんだけど、そこもう一人いるから、じゃあこの人ちょっとこの日だけここのポジション代わりに入ってくださいみたいなとかもあるから、だから別にそこは絶対ではないかな、今日とかもだって特にお仕事とか学校とかでやっぱ何人かいなかったから、その分その他のポジションだったはずの子がそのポジションにちょっと一旦アンダーで入るみたいな、特に今日は多かったかな、それがわかんない、もう側転は正直もうしたくない側転はやだ、愛は何色どんな色、ああ誰かの色そうね、マネージャーさんがユニットはもちろん決めますね、あれ寸劇は何なの、私あんま寸劇のことよく分かってないんだけど、そうね一旦は一歩字覚えるかな、今一歩字覚えてます、あれ寸劇は何、毎回同じ寸劇をやってるの、全いろんなチームやってたけど、悲しい色に私を染めるさよならの手がかりもなく、ふん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 ってだって分かってるけど寂しすぎて、エンドロール。チチチチチ。タンタンタン。あとは虫歯ぐらいか。今歌ってないの。になる、あんな感じのしっとりな曲で始まる公演もなかなかないよね、明日はサッカー天皇杯ですね、
めっちゃ行きたいんだよな。長い光は確かに、でも長い光意外と明るめじゃない、なんか。あ、そうか、ノーパラそうか。バク系、いやいや全然全然、2曲目は全然明るいやつ、もう全然明るい。出動権利剥奪されてんの、そうなの。表現力を試される曲をイメージかな。振りコピ頑張ろう。あら、頑張って振りコピ。前気味としたっぽい。でもなんか先生かな、誰言ってたのは、なんかやっぱパジャドラもそうだけど、こうなんていうの、もうめちゃくちゃはちゃめちゃ踊ってダンスでも汗をめっちゃかきますっていう、汗はかくけどでもなんかこう爽やかな汗だよねって言ってた。この公演もパジャドラもなんかこうさ、なんていうの、こう闘志燃えたぎる汗っていうよりはこうなんか爽やかな明るい汗だよねってを書く曲、なんか曲が多いんじゃないって言ってて、あ、まあ確かにその点ではなんかそうなのかなみたいな。うん、かなっていう。明るい汗っていうか、なんていうの、そうゴリゴリではないじゃん、なんかこう水色系、私のイメージパッと思い浮かんだパジャドラ水色のイメージがあるな私は。そう、サファーグリもだから水色とかなのかなって思った。そう、なんていうの、こう制服の目はなんていうんだろうな、もう燃えたぎる闘志よみたいな、そうなんかイメージがあるんだよね。なんか青春系の曲ももちろんあるんだけど、でもあれはなんか水色じゃないんだよな、なんだろうな、あれはチームカラーは関係ない関係ない。そうっていう、なんか私の中の勝手なこうイメージ。そう、目は、いや黄緑して多分目で、目の色でしょこの色じゃない。そう、でもリセットはなんかさ赤とかオレンジのイメージあるんだよな。目撃者は赤なんだよね私の中で。そう、錬金はね、錬金はなんだろうな、でもなんか私の中では違うんだよね。でもなんか世界上がりとパジャドラはなんか水色な感じがする私の中で、勝手に爽やかな感じ。各声にコンセプト決まって、あ、決まってると思うよ多分錬金はでもピンクだね、やっぱ一瞬黄色が思い浮かんだけど、でもピン、いやでもピンクかな、いやピンでも黄色もなんとなく私の中でパッて出てくるんだよな、なんでって思うでしょ、なんでかわかんない、私もでも黄色が出てきたんだよ今。でも鉄の輪それこそ黄色なんだよな私の中で。まあでもさっき言った目も黄緑かな、 目っぽい 目の色みたいだけど、でもなんかだからなんだろうな、え、こっちも外れた、なんで外れるのこれ、ゆるゆる、え、この缶カニ缶じゃなくて、え、
不良品ではないけど不良品みたいになってるから、ね、ここさね、ここのさ、ここのこれのさ、カニのさ、ここの間挟む分がめっちゃさ、あの全然穴開いててさ、これここ通してもさって、ここなんていうの、取れちゃうんだけど、すぐボンドとかするしかないよね、こうなってくると。だってほら、こうつけてるの、今つけてんだけどさ、ほら、悲しい。これいくらしたっけ、そんな高くなかったんだな、でもなんとも言えない、高くなかったから。ここってペンチで埋まるもん、使ってると違うよ、これ買ったばっか、今開封したばっかなのに。高い、開くの、これそんな高くなくない、多分ヒールだけで言うと7-8じゃない、言うほどだよ。当て布して挟めば、どうしようか、もしくはもうあれだね、これ外さないっていう気でもボンドで埋めるかだよね。ね、ヒール大好きだよ。金属の輪っかを一つ、いや多分ね、そういうあれじゃないんだよな、もう金属の輪っかならいけるのかな、ちょっと試行錯誤しなきゃ、やばいな、てかだって今日11日でしょ、あと3日でしょ、やばいんだけど、怖い時間がない、お歌の練習もしなきゃいけないのに、明日お歌の練習しようかな、しかもこの靴履いて踊れるかどうかもやんなきゃいけないし、やばすぎ、怖いんだけど、本当に高かだから15の公演も、15って何の公演だっけ、でも最近何日に何公演があるか全然把握できてない、リハがあるかな、10日の配信何を、もう普通に劇場に来るみたいなオタクっぽい感じ、15はここ点か、くってならない足くじいたらみんな助けてね15日ひなちゃん失敗そう、そうで向こうから来た人がそのまま見て帰ってくれるかもね、15はここでんだっけだよね、私は目撃者は、あ、藤子の生誕なんだ、そういうことね、そう22は2回公演です、26はパジャドラ、やばいマジ、今月いつどこでどの公演があるか全然把握できなすぎて、ちょっとやばいかも、頭がホワンホワンなっちゃうわ、
土日は落選してるとなんからしいね。JR 乗っててここどこってなって何やって大丈夫そう？ちゃんと帰って頼むからちゃんと帰りついて。ジェンダーセンターの話も終わっちゃいました結構早めに終わっちゃった。なちゃん出演の目撃者、クリスマス公演以外公演来始めてほとんど。あら、そう、素晴らしい、良いことですね。今日サーティワンをさ、リハ終わりに食べようか迷ったんだけどさ、どうしても焼きそばが食べたくて、一平ちゃんのなんか全然普通のソースじゃない味があって美味しそうだったからそれ食べちゃった。サーティワン食べたい。今日からポップだからかめっちゃ並んでたんだよ、マークイズの31超並んでた、びっくりしちゃった。アイムドーナツ何買ったの？アイムドーナツのソーフレン食べた、美味しいでしょ。でもあれさ、そんなさ、そんな人気なんだ、1個プラスね。そんなさ、なんていうの、みんな買うほどさお得なの、まあ、確かお得っちゃお得だと思うけど、でもなんかどうなんだろう、私の感覚ちょっと変なのかな。なんか別にそんななんかめちゃくちゃ惹かれるわけでもないんだよな。ソフラン大好きね、うまいよな。昼間暑かったし、そういうこと？いや10個とか食べないと思うけどさ、みんな並ぶからさ、やっぱそんなにあれ人気なんだ、あのキャンペーンと思って。あ、くしゃみでそう、最近ねくしゃみが止まんない、止まるけどなんかすごいくしゃみで、ね、したくなるんだよ鼻がムズムズする。え、そう、小さめのやつなんだよ。SNS の人、そういうこと？吉村じゃ乗せちゃおうかな。じゃあ乗せちゃおうかな。花粉症？もう花粉症？え、待って、まだ花粉症？2週間おきくらいに福岡出張、これそうだから次はこれ、すごいな、すごい、そんな頻度で。うわ、チョコミントダメだりな。え、なんで今こんなくしゃみが出ると思う？別に風邪ひいてるわけじゃないのよ。噂されてる、え、誰だ、私の噂するやつ誰だ、出てこい。ハウスダストやめてよ、じゃあここじゃないし、家じゃなくても出るし、劇場でも出るし。
寒くない、めっちゃ鼻がムズムズする。普段私鼻水全然出ない人なんだけど、ちょっとズルズルなる。寒暖差がない。リノリ生誕祭だ。どういうこと？黄砂？わ、ワンチャンあるな。黄砂。リノリ生誕いつだっけ？何日？30日メンバー出ました。はい、リドちゃんの生誕祭出ます。ありがたいことにお呼びがかかりましたので、生誕祭出ます。お楽しみに。そう、お呼ばれしました。ありがたいことに今年もケーキが食べたいらしいです。ケーキ呼んでくれた人にしか私はケーキを作らないので、今年もケーキをお願いされました。昨日ケーキ、え、昨日、あ、昨日あれ関係ない関係ない、あれはなんていうの、リハ終わりにみんなでおめでとうってやったやつ。あれはだから市販ですね。しかも私からのプレゼントじゃないんですよ。みんなでお祝いしようっていう。最近さ、私 TikTok でさ、めっちゃさ、なんかさ、芋虫みたいなのをさ、どんどんこうなんか粒々を食べて成長していってさ、こう相手にぶつかったらさ、なんか終わりみたいな、芋虫のゲーム知らない？芋虫かこれ分かんないんだけどね、ニョロニョロしたミミズみたいなゲーム、これめっちゃ TikTok にこれ流れてくんだよ最近で、無心で見ちゃうんだよね。芋虫嫌いなんだけど、これはなんかいけるんだよ。めっちゃこれ見ちゃう。あ、死んだ。スリザリオっていうの、なんかめっちゃこの虫のゲーム出てくる。本当にで30も出てね、ありがたいことに本当たくさんお呼ばれしますね。スリザリオって言うんだよこれ。これめっちゃ流れてくる。しかもたまに超上手な人とかいるじゃん、長っみたいな。魚のやつってなんだ、あのどんどん成長していくやつ、なんか自分より小さい数のやつ食べてなら食べれるみたいなやつ。最近の生誕ではリアルケーキ出てこないね。リアルケーキってそもそも出てくるの、あれ。最近めっちゃ出てくるのは、あのなんかどんどんこう鉄砲とか撃ってって、なんか何倍とかしていくやつかな。30日2回公演なの私。あら、まあ大変ね、りなちゃん忙しいわね。2回公演ばっかじゃないのと、あとあのなんかポテト、なんかじゃがいもとかをこうなんかいっぱいこう列になって、こうじゃがいも引いてってなんかポテトにして、こう見たことある人は多分わかると思うんだけど、ポテトどんどんこう落ちてるポテトこうどんどん連鎖させてって、ポテトのなんか皮むいたりとか、こうなんか揚げて最後なんか何個の箱分のポテトを集めれたかみたいな、とあとなんかなんだっけ、そう、それのなんかポテトじゃないバージョンとかも、はしごバージョンとかもあるし、なんかいっぱいあるのよ。あれめっちゃ流れてくる。
見たことある人にはめちゃくちゃ分かるやつ、言いたいことが。あ、パジャドラか、30、パジャドラと生誕か。今日さ、アンコールのさ、ジャヌじゃないわ、スイフでさ、スイフのさ感想分けにさ、じゃん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 、激しいあらさ力に変えろってあるじゃん、そっから一列になるとこ、あそこでさ、私さ、その今日のポジション、まあ、0番だったの、0番で立つ人だからめっちゃ目立つの、激しいあらさ力に変えろでさ、結構頑張ろう頑張ってて、そこ真ん中でもしかしたらカメラ抜かれてるかもしれないし、かっこいいとこだからと思ってめっちゃ決め顔してやってたんですよ。そしたら私が履いてた短パンの下のとこがちょっとさ、ちょっとさおしゃれなダメージになってるじゃないですか。そこにこの中指についてこのリボンのここが引っかかって、こうすくい上げるときにガッて下でうってなっちゃって手上がらなくなっちゃって、しかもさめっちゃ痛いの、こういうパーツとかが引っかかると指ごと持ってかれるんじゃないかって思うぐらい本当に痛くて、もうその後帰ろうが、これがさ上がる、上げられ引っかかってたから上げられなくて、あーやろうで歌った後一列行くときにもう痛くて、指が爪取れてるかもわかんないし、パーツがあるかもわかんないし、爪自体もあるかもわかんないじゃん。だからもうここ、こうやってめっちゃ押さえながら爪のこのパーツをこうやって指で、今だ胸を出すんだ進行みたいな、ずっとここ押さえてこうやってそう歩いてた。めっちゃ痛かった、マジで指取れるかと思った。ハンちゃんとなんか話してたの、それハンちゃんと話してた、いつだろう、あ違う違う違う、ハンちゃんと話してたのは、いつもハンちゃんが私が今日やってるポジションやってるんですよね。で最後の一列あそこ合ってると思うんだけど、なんか間違ってる気がして、ハンちゃんに合ってるよねっていういや全然大丈夫でした、ほら結構丈夫につけてるから逆に多分このパーツ取れるより爪が剥がれる方が早いと思う。マジで怖かった、本当に本当に指と指取れるだと思った、マジでそのレベルで本当にもうえーってなっちゃった、怖かった、めちゃ頑丈だよ。いいね、いい音だわ今日。今日別に私のファンめっちゃ多かったわけじゃないかな、普通でした、普通って感じ、言ったのが遅かったからね。今年はまだ蚊に刺されてないと思う、多分。ここにドキ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 、なんとか日が差し込む風が、ふふふ、裏に向けて手をかざす、レボ入れてないです、ドライも入れてない今日は。何その歌、なんか TikTok でよく流れ、最近私の TikTok よく流れてくるあのアイドルの曲なんですけど、なんとかフラワーっていう方々のアイドル、フラワーって調べたら多分出てくると思います。めっちゃ流れてくるの、本当にずっと流れてくるの。暑くないの？え全然暑くない、今日昨日はなんか微妙だったけど、あちゃんのファンになりたての時に1日で4カ所ぐらい買います。そうなんだよね、びっくりしちゃうよね、かよかった。でも今回あんま刺されてないかも、なんでだろうね
眠れない夜はいつもミルクを飲んで目を閉じてベッドの中羊数える部屋のガラス窓に美味しいが当たる音音イガルさん違う違う違う蚊にすすらせた質なんだろうね待ってなんかえ青じみできてる公園前にはなかったのに公園中打ったのかな青じみできてるじゃん悲しいなんかここマイクで打ったのかなでも多分ここってマイクぐらいしか打つことないもんか自分で殴ったかカーペットひたすら洗うやつわかるあのドロッそれの真っ白なやつでしょ。わかるわかる。高圧洗浄機みたいなの使ってあるやつでしょ。私も結構好きよ。マイクぶつけることある？いやわかんない。でもなかったもんこれ公演前。青じみ青タン青あざ。ジャンヌセンターかっこよ僕がほらなんでやねん。なんでやねん。でもリナ今日 MC が本当に思わなかったから自分のだからちょっと楽しかった半分めっちゃなんか悲しい気持ちなんか今日ちょっとなんかダメだったマジでカニスサレースの 4A 私 A 型なんだけどなみんちゃんか生誕祭出てほしいってなんかこういうのは生誕祭出てよって言われてあお願いいいよってお願いしますって言った多分今日あれだと思うポジションに必死すぎてそう多分ポジションに必死すぎてなんかその話の構成を頭の中で考える余裕がなかった昨日の MC はりなちゃん話さないようにしてたの何の時だ昨日ここてんパジャドラいやただあれは入っていけなかっただけだね別にそう別になんかその話さないようにしてたわけじゃないんだけどただ当たんなかったから私がこう自分でしゃしゃり出ていくのも違うなと思って多分黙ってたんだと思うのオファーとかもありなあまあ出たいとか言うことあるけど別になんかその絶対出してよねとか言わないあまあ出たいなーぐらいな感じだからひじんだけどひじり呼んでいいよって書いてるそうすごいファンサーうちわだこのうちわシリーズってあと何があるの投げ中してと梨の剣ねほんとみんなが食べたいって言ってくれるからね売りたいんですけどねなかなか難しいもんやな今日は丸太棒ラーメン食べる楽しみにしてた棒ラーメン別に好き普通に好き姉ちゃん炎上路線みたいねえりなも炎上路線みたい出たいって言ったら出れるもんいや人数の関係もあるからそこは関係ないかなウィンクしてああウィンクってどうやって上手くなるんだろうねなんでこんな片方潰れるんだろうね難しいな直接なしに問い合わせしていいですかめちゃくちゃ迷惑なので本当にやめてくださいダメです全然ダメです本当にやめてくださいG
シュガみたいな。いや私はギフト1000ポイントいかないと読まないって最近決めてるから、ごめんちょっと高貴な女になってしまったから。物前できたみたい。えこれ、あウィンクね。お前のこと言うな、絶対のこと言うな。でもあんま、なんかさ私さあんま最近ファンサするのがさ怖いわけじゃないけどさ、私のファンの人にファンサしたら喜ぶけどさ、私のファンじゃない人って私がファンサしても喜ばないんだよね。ナイキスとかしても全然喜ばないんだよね。なんかあファンサしない方がいいのかなとか思ってくるんだけど、たまに全然喜んでくれないんだけど。私のことアイドルだと思ってる？私のファンの人以外のファンの人。メダル袋の調子、右はいい、左がなんか微妙。左なんか線描いても描いてもどんどん消えていくんだよね。ごめんなさい。え、だってさ、なんかなんとかしてみたいなうちは持ってるからさ、やるのにさ、全然なんか腕ずれそうじゃないんだもん。だからなんか、みたいな。あー、いや、違う、全然、もうあのね、分かってないとかじゃなくて、めっちゃめっちゃ今絶対目だったよねみたいな。ご飯マン甘い、ありがとうございます。そう、絶対目だったよね今みたいな。ハートやったのにみたいな。たまにいるからさ、なんかってスンってされるから、なんでやねんって、アイドルやぞこっちとも、私もアイドルやぞって思って。HKT にとってはとても必要ない、ありがとう、一番優しいコメント、一番嬉しいわ、いつも嬉しいです、本当よかった。そう、なんかさ、こうなんとかしてっていうさ、うちは思ってる割には、私のレスにあんまりこうなんていうの、喜ばないっていうか、まあまあ多分推しメンにしてほしいから持ってるんだろうけど、いやなんか「っていうね、あんましない方がいいのかなって思っちゃう、たまに。嬉しくないなら他の人にした方がいいのかなみたいな。まあでも、まあ、そういうわけじゃないんだろうけどね、そうじゃないよって感じなんだろうけど。だから教えに、だから見てほしいのかなっていう。特に分かんないけど、女の子とか割と多いイメージあるんだよな、あんまり嬉しい反応してくれない。まあでも確かに女の子のファンの子って自分の推しメンがもうナンバーワンすぎて、別にその子他のメンバーは好きメンはいるけど、別にそういうほどなんかそんなに熱中はしないもんなみたいな子は確かに多いイメージあるんだよな。アイドルのファンの女の子、HKT のファンとかじゃなくてアイドルのファンの女の子って基本的にそんなイメージあるんだよね。もう自分の推しが世界一みたいな、だからもう自分の推しにさえを見てもらえれば大丈夫ですみたいな、まあ、気持ちはめちゃわかる、超わかる。まあだから私が悪いんですよ。いやでもさ、なんかさ、ピースしてとかさ、なんかなんとかしてみたいな S のうちは持っててさ、その子とさ踊ってる時目あったらさ、私もそれしたいなって思うの。あ、ハートしてのうちは持ってるな、じゃあハートしようみたいな。そう、でもなんかやっぱ反応がさ、やっぱありがとうみたいな感じの子もちろんもちろんいるよ、いるんだけど、そうじゃない子とかもいるから、あなんかごめんってなっちゃう。ごめん、なんかごめんねってなっちゃう。ごめん、私じゃなかったか、やっぱそうだよなってなっちゃう。指示系、いやいや、なんかそのやってみたいな感じじゃないんだけど、普通にさ持ってるうちわがさ指示系の子とかいるじゃん。そう、あなたで指さしてとか、そう、なんかなんかごめん嬉しくなかったかなってちょっと思っちゃう。そのダメとかじゃなくてシンプルにちょっとへこむ。ごめんおしめ、そうだよね、おしめんの方がそれはいいよねって
え、別に指示系はダメじゃないんだよ。そのなんか振り中なんでやってくんないのとか言ってこなきゃ別にいいんだよ、やるのは。そう、別に出すっていう分はいいと思う。だってあのポーズとかの時にさ、やってほしいのやってくれるかもしれないし。そう、でもやっぱ分かりやすい子って可愛いなって思う。レッスンした時とかに、別に私のファンの人もそうだし、私のファンの子じゃなくてもレッスンした時になんかそう、なんかえーみたいなやってくれる子とか結構いるんですよ。そういうのやってくれたらすごい嬉しいなって、アイドルだってなるなんかわアイドルだってなる、自分が。私なんかすごい嬉しいなって思う。いや、してやったのにって思うよりはシンプルにへこむ。ああそうだよね、推しメンがいいよね、ごめん、なんかみたいな。私のレスじゃそれは嬉しくないよね、ごめんねってなっちゃう。特にそれがこうやっぱさ、選抜に入ってる人とかのさ、ファンの子とかだったらさ、そうだよね、ごめん、私のことを知らないよね、ごめんねってなっちゃうネガティブだから、そうだよね、私のことなんて知らないよね、ごめんねってシンプルへこむ趣味さん、甘い、ありがとうございます。いや本当に思うの、私結構ネガティブだから、ごめんごめんねってなる。だからなんか普通にわかる、なんかそんななんかキャーとかしなくていいんだけど、普通になんかなんかシンプル、嬉しくなかったら別にいいんだけど、なんか嬉しかったらなんかとかなんかなんかみたいな反応してくれるとすごい嬉しい、すごいテンション上がっちゃう、おー一杯目合わせちゃうぞってなる。え、でも私のファンの人は別にこうニコニコしてなくても喜んでんだろうなって思いながらレスしてるから、もう私のファンって分かりやすい人は大丈夫。ペンライトとかうちわとか持ってる人はまあ確かにこうなんか嬉しい反応してほしいけど、でもしなくても多分喜んでるんだろうなって、だから配信で聞けばいいから、なんで喜んでくんないのって。そう、だからほんとシンプル、ただ落ち込むだけっていう。とかお見送りとかでなんかこう別に私のファンの人じゃなくても、こういつもなんかこうえなちゃんお疲れとかなんか言ってくれるタイプ系の人っているんですよ。まあ要するに推しメンじゃなくて好きメン、私が多分好きメンなんだろうなっていう人とか。そう、でもそういう人がたまにこう話しかけたりくれなかったりすると、あれーってなる、なんでだろうってなっちゃう、どうで、なんでだったろう今日は何もなかったなーって思いながらスンって、みんなにお疲れで、でもそれすごい嬉しいよ。うん、重くすかしちゃう、すかさないで。そう、でもほんとそんな感じですよ。シュンってなっちゃう、すぐ心折れますから。私独占欲強い、強いと思う、私相当。私いれば別に他いらないでしょっていうタイプ超めんどくさいやつ。ありがとう、あ、でもありがとうも嬉しいよ。何かしらでも声かけてくれると嬉しいかな。推しメンと好きメン、そう深いよね。鼻がかゆい、なんだよ鼻がかゆいの。メイクしてるからさ、今鼻かみたくないんだよあんまり。メイクがここだけ落ちちゃうじゃん、こうティッシュ押さえるとさ。わかんない、でも私は結構だからその嫉妬深いというか、え、私のこと見てくれなかったの、なんで、いつも話しかけてくれるよねっていうタイプの人間だから、多分私はこうやって落ち込むだけだって。普通にメンタル強いことが落ち込まないと思います。あ、まあいつものことかみたいな、よくあることだよねみたいな。ただ私は落ち込むよねっていうネガティブだから。私のファンの人に関しては無視したらなんでやねんこらってなりますね。目ついとんのかこら、私透かしていくのどういうこっちゃってなる、私のファンの人に対してはね。だって私のこと好きなのになんで見てないのって感じでしょねえ。推し目の隣だったりすると好き目に、え、別にそれはいいんだよ、それだって分かってるもん、
特になんかこう例えばうちわとか持ってて分かりやすい人とかは別にそこは私はなんかあのネタで言う時はあるけど、でも別にそうじゃない人とか別にこうなんかそっちで楽しんでもらってって感じ。かな。喋らなくてもいいの、ただなんかバイバイとかだけでもしてくれると嬉しい。普通になんか悪いことしちゃったかなって思っちゃう。無反応すぎるとありがとねーって、無反応だとなんかしゅあれってなっちゃう。見送り楽しみに行ってる先輩はおしめにスルーされて落ち込んで帰る時がある。あら、あららちゃんありがとうってちょっと聞こえるぐらいの声で言ってみるとか。誰で話しかけるの申し訳ないんじゃ。いやいやだって逆に言うとお金払って劇場公演来てんだから、ただじゃないよ。言い方悪いけどお金はいただいてます。まあ、出現発表の時とかはねそれはそうかもしれないけど、見送り系ユニットセンターおめでとうって、ありがとうございます。今日ユニットセンターおめでとうって言ってくれる人あんまいなかったからね。そうだから嬉しかった、何人かそう言ってくれたの。前ほどなんとかみたいじゃなくなったね。何おお茶みたいじゃなくなったね。まあいい言い方すると慣れちゃったんじゃない。そのやっぱ卒業発表するメンバーがやっぱバーって続いた時があったから、悪いっていうか言い方はいいけど意味はあんま嬉しくないのは慣れちゃったんじゃない。そうめちゃん紹介のおかげで俺が撮るとひじちゃんがラッパーのジェスチャーいい子でしょひじり、ひじり大好き。うちはフルアピールしかできないからそれは落ち込むみたいな。もううちはトントントンってさ、おーいみたいな、やってくれたら私もは分かりやすいかな。見送りで話しかけてる、でも普通なんかあめまちゃんお疲れとか今日も可愛かったよとか、でもそれだけでも嬉しいかな。右足のツテシマズが釣りそう、水飲んで伸ばせ。それでもプレゼント持ってきてくれた、プレゼント置いてあるからねとかおもろい、サンタさんなんかっていう。まあでもやっぱりこうもちろん傷、うちらも何もされなくても気づくのがすごいスーパーアイドルだとは思うけど、ただやっぱいっぱい人数をこうあの短い時間でこう裁くためにはやっぱこうなんかこういうのをやってほしいなっていう人がいるのであればちょっと何かやってくれると嬉しいなと思うかな、思いやりとして。だからまあこう何も言わずにこうペコってお辞儀するだけで通り過ぎてですもらえませんって、まあそれは確かにちょっと難しいんじゃないかな、メンバーによってはっていう。その今日私のファンの人少ないから大丈夫っていう人もいれば、もしかしたらもう超人気でもうファンの人がもう500人来てますみたいな、それはそうなんだけどキャパ的になんだけど、まあ例えば自分のファンだけで今日50人来てますみたいな、そうってなったらさそれは難しいよねっていう、あの人数で。だからそう、だからまあそのこういうのしてほしいなっていうのがあるのであればやっぱ思いやりとして何かこう例えばなんか例えば花さんとかやったら花ちゃんみたいなお疲れってこうちょっと声を出してみるとか、そういうのしてくれるとやっぱ見つけやすいしありがたいなと思うかな。ひろちゃんね違う、今もね違えたの、仲間じゃん。わかりやすいアピール大事。無欲で口など出さないけど可愛いと思ってました。イエルさんが横にいたから言えなかったんでしょう。
慣れてる子じゃないとチキって、いや別にいいんじゃない、そこはいいんだよ、ただその話しかけたいなって、てかレッスン返してほしいなっていうメンバーがいたら、こうちょっと工夫をしてみるっていうのはまあ一個の手だし、そういうのもまあ大事かなって思うね。こちらもあの意識してはいますよ、今日どの辺にファンの人座ってたし、じゃあどのくらいのあれで来るかなとか、自分のうちは持ってるファンの人通るかなって一応こう意識はもちろんしてるし、なるべくこう見つけるようにはお見送りでもちゃんと反応はするようにしてますけど、でやっぱこう連続で来たりとかそれだとやっぱちょっと難しいこともありますから、思いやりをお互い持てればいいなと思いますね。アクセル良かったって話しかけるだけで鬼緊張した記憶、いやでもめっちゃ嬉しいよ普通に、なんか私のファンの人じゃ、ファンの人から言われるのはもちろんなんですけど、ファンそうじゃない人なんて、あ見てくれてたんだと思いますからね、私のファンの人じゃないなっていう人から、なんか例えば今日のそのジャンヌセンター良かったよとか、今日かっこよかったよとか、まあ、この前で言うとなんか今日純情主義なんか良かったよみたいな言ってくれる人とかもいて、そう、そういう人にやっぱ言われると、あファン、私のファンの人じゃないけど見てくれてたんだってすごい嬉しくなるから、多分そのひじりのアクセルのもすごい嬉しかったんじゃない。何も言うこと思い浮かべなかったけど楽しかったようです。お待って待って待って、今まで楽しかったよ、いっぱい聞いてきたけど、そういうことねえ楽しかったよ、今までいっぱい聞いてきた気がするんだけど、どういうことか説明してみ。その日に小屋の座席を送るの、あ全然ありだよ、ただその時間帯によっては私も準備忙しいから、もしかしたらこう全部が全部確認できるわけじゃないけどね。見送りで目が合っただけだし、あでもそれで全然いいなら全然いいんだよ、755でメンバーに感想送ってたけど、まあ、だから丸公演ありがとうございましたのツイートとかでいいんじゃない、送りたかったら。本当に楽しかった時も楽しかったようなんです、ダメ、もうちょっと分かりやすくして、逆に他のファンの人からりなちゃんのファンの好感度あげる、他のファンの人、うん、どういうこと、あえ他のメンバーからの好感度を上げる方法、私のファンの人がどういうことだ、あなんか鼻がムズムズしてる、姉ちゃんじゃないメンバーさんでまたねって言われて嬉しい、そうそういうこと、あくしゃみ出そうだよ、やっぱりじゃないとお見送り喋れない、なんでよ喋んなよ、 X の公演ポストリプが可愛いだけだと辛い、うーん可愛いだけだと辛いことはないけど、なんか本当に思ってんのかなって思っちゃう、特にさ1個目が好きだからさ、なんか絵文字だけとか送ってくるときあるじゃん、でも正直それよりは普通になんかなんか普通に文章送ってほしい、今日の公演これ良かったねとかさ、そっちの方が普通に嬉しい、ちゃんと見てくれてるのかなみたいな、フルタン個人識別してるみたいな感じで話しかけてくるからくるまれそうで怖い、うわ浮気だ浮気、うわーあーリナの目がどんどん光がなくなっていく、こうやって浮気って発覚していくんだね予約イナちゃんがミスったって思うことある、うんある、あーごめんってなるときある、で席番号だけだとそうね、できればなんか席の写真も横にポンと置いといてくれた方が分かりやすいかな、で TikTok の1個目とかも本当になんか別にあれってマジ意味あるのかなって思うぐらいなんかあれだから、なんか普通にあの感想を送ってくれ
くれって思う。コメントくれるのは嬉しいんだけど、ただなんかそのなんか嘘っぽいコメントとかされるぐらいなら普通になんかてかわかるじゃん、本当に可愛いって思って可愛いって送ってくれてる人と、そうじゃなくて1コメ書きたいがためだけに送ってる可愛いってわかるんだよね、なんとなく。あ、これは多分本当に思ってるわけじゃないんだろうなみたいな、いや思ってないこともないけどみたいな、でもただ1コメが欲しいんだろうなみたいなって思っちゃうから、それなら普通になんか書いてくれた方が全然別に1コメとかじゃなくても嬉しい。なっちゃいますけど、いやどうかな、すーぐ行くんじゃない、知らねえぞ。てか別にリプなんて見てるからね、1コメじゃなくても見るからね。こやつ生まれてた時お見送りで気づけなくてごめんって言われた時、逆に引き弱くてごめんってすまんな。鍵開けと鍵閉め、うん、なんか鍵開けと鍵閉めもなんか別によくわかんない、まあうん、どうなんだろうな、別にそんなに言うほど鍵開け鍵閉めにあれは感じてないけどな。私もだってさ、オタクやってたからさ、そのオタクのそのなんていうの、オタクどうせりなちゃんオタクやったことないかわかんないんじゃんとか、そんな好きじゃなかったからって思うかもしれないけど、私もちゃんとオタクやってましたから、なんとなくこの気持ちはわかるけど、でもだからといって別に1コメじゃなくていいもんな。それならちゃんと気持ちを伝えた方が喜ぶだろうなって、アイドルとしてプラスオタクとして思う。だってなるちゃんの別に握手会って鍵締めしたいとか思わないもん。自分が出せる限界まで金を積んで喋れればいいかなって思ってる。なるべく1枚でも多く喋りたいみたいな、自分の限界が来るまでって思ってるぐらいかな。早起きは1個目狙ってます。朝起きるの早いから、まあ、ね、別に興味があるのはいいんだよ。別に特に鍵閉め鍵開けは別にそこはなんかいろんな人の考えがあるからいいんだけど、ただ1個目は別にそんなにこだわんなくてよくないって思っちゃう。鍵閉め鍵開けは別にいいのよ、そこはまあ別に勝手にこだわってもらってもどうぞっていう感じではあるけど、まあその他の人をわざわざなんか迷惑かけて他の人にどうたらこうたらとかじゃなければいいと思う。1個目ばかり取れてるオタクに嫉妬するだ。な、別にだってさ、そんななんか嫉妬する？1個目じゃなかったからって。OJS と話したくて、何でそら、リナと話せ、リナと。でもそうだから、その最後の鍵閉めをしたいがゆえに私のレーンがかそるのちょっとさ、やだ。そう、ショールームの1個目別にそこまで気にしてないかも、言うほど私は気にしてない。まあ来たら読むからあれなんだけど、ぐらいだね。本当激しめの時終わったメンバーが乱入してきたりがある。あー、まあ確かにそれは嬉しいかも。でもレアだからね、割と。ゲーザー翌日にコメントして、あ、別にそれはいいよ。1いいねとかだとちょっと嬉しい。ああ、そうね、まあ嬉しいは嬉しいだろうね。だってさ、なんか YouTube とかのさコメント欄ってさ、1コメしたかったがためにさ、1コメって書いてさ、その後だってさ多分編集済みって書いてるのとか結構あるから、あー多分1コメしたくて、1コメとりあえず1って書いて送っといて、で編集して文章やってるんだろうなって思う。なんかそこまでするほどなんだってめっちゃ思っちゃう、びっくりしちゃう。
いやだから逆に言うと、私がこの気持ちわからないようにそこにこだわらない、逆にこだわる側の気持ちもわかんないけど、でもなんか言うてなんかそんなのするぐらいならめっちゃなんかちゃんとしたっていうか、こう推しメンがなんて言われたら喜ぶんだろうとか、ちゃんと文章書いた方が喜ぶんじゃないかなとは思うかな。手だけの話長かったけど、手だけじゃないけど長さだけで言うとね。えいかさん、寒天だっけこれありがとうございます。まあそうね、人それぞれですからね、価値観は難しいな。私も何やかん言いましたけど、3個目2個目3個目とかもはやそれ何が言えねんってなりますからね。それ嬉しいんかって、うん、なんかさ会員番号とか書くつく系のさあるじゃん、ああいうのは多分嬉しいんだろうなって思う。会員番号が早ければ早いほどそれは気持ちはわかるよ。カウントダウンってカウントダウン、くしゃみ出そう、またムズムズしてきた。遠い神戸の線の六本木駅で抱きしめて、私変わらず君にぞっこんだけど、ハーディフェイチャー、遠い神戸の線の六本木駅で抱きしめて、君は深く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 愛しているのよ。127コメント消してやるよ TikTok で、そのコメント来たらアレルギー、アレルギーかな、やだやだ、これだけ基本的になっちゃう。ありがとう。初めて HKT の劇場、あ、本当？謎に HKT48 って文字の光るうちは作って、えいじゃん、嬉しい、ありがとうございます。たまちゃん甘い、ありがとうございます。あ、そうだ、今なんかキャンペーンまたやってるね、1周年キャンペーンみたいな、チャットのみんな今からお手紙届くよ。ショールマルギー、ショールマルギーやって私こんな毎日できんぞ。TikTok のうざいコメント、え、なんかでもさ、そういうのってさ、消したら消したらさ、なんか、え、図星なんだとか思われてもちょっとめんどくさいじゃん。特に昨日言ったさ、その、なんていうのね、初めてでグッズ、いや、初めてでグッズ作ってくれるってすごくない？普通に。ありがたいよね。チャットとメールどっち取った方がいい？メールじゃない？わかんない、どっちなんだろう、ファンの人にちょっと聞いてみ、チャットかメール。最近はでもチャットの頻度が結構増えたはずだから、あ、今回ポストカードだっけ、最初は直筆の手紙だったよね。そう、全員のチャット取るやつ、まあでもだからメールの方がこう割と親近感のある感じは送るかな。チャットはまあ動画を送るけど、全員登録するとチャット激重になるシステムの欠陥許せなくて今回まで。そうなの、せっかくポストカード書きたかったんだけどな。明日何時まで、メンバーが何か、みやちゃんいっぱいいろいろ書くけどな。なんで金払ってんの見れない、確かにね。ああ、まだびっくりした、やめて、びっくりした、23時59って来たから59分かと思った。
違った明日のね。オッケーオッケー。じゃあまあツイッターかなんかに載せようかな。よろしくねーって。でもああいうのやってくれる人ってあれ推しメン一人しか選べないじゃん。だからまあ本当にねのこと好きなんだなーって思って嬉しくなりますよ。あと今回なんだったかな、あれ違うかな、あれでもそれもチャットか。そうチャット、そうなんかでも今回で私のチャットを継続してくれる人がいるのかな。そこなのよ辛い。けでもあなたはもう卒業するから花さんにしとき、私はまだもうちょっといますから大丈夫だ、もうちょっといるから。うちはいつも SK と AKB の方で作ってる。ああそうなの、いろんなとこに行ってんのね。もうちょっとちゃ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 、そういう意味じゃない、花さんよりは早くないですから私は全然。やさぐれてるね。やさぐれてないよそんな。じゃあ普通にだってさ、だって卒業したらもうもらえないものばっかなわけじゃん。今後なかなか難しくなってくるわけじゃんそういうサインとか。じゃあもうそっち取っといた方がさ、どう考えても圧倒的お得というかさ、言い方悪いけどさ、そういうもんじゃない。でもそうじゃなかったらいや私にせよってなりますけど、卒業発表してるのも仕方ないからさ。もうちょっと違うようるさいよ。母ちゃんの写真とりなちゃん交換したけど、その人も卒業するからってめっちゃ感謝された。そうだよね、クリナちゃん以外2人しか撮ってません。音符でごまかしたな。卒業後もチャットするよね。どうだろうね、でもなんかそういうサービスっていう言い方したらダメだけどさ、なかなかないもんね。まあチャットするかなーって感じ。卒業、ただ私卒業後の私のチャットなんて見たい人いんのかなっていう。なんか別そんななんかなんかみんななんか解除どうせするんだろうなって思っちゃうから言うて、うん、みんの私が卒業したとしてさ、チャット本当に本当にさ真のファンじゃないとさ、だしさ結局最終的にさ、なんていうの、なんか新しい推しメンできたら私の解除してそっちをそうじゃん。そんなん悲しすぎん、って嘘だーってうん、見続けるのかな、見る？卒業したらなかなかきそうでしょ。卒業したら何送るんだろう。確かにでも卒業したらだから今メールで送ってるみたいなのを多分普通にチャットに送り始めると思う。今は割とこうメールじゃなくても動画、メールでは動画送れないからチャットで動画を送るけど、
追うのはやめるけどチャットしてんなみたいな。今天神のどこどこにいるよみんな集合とか言ってチャット送ってきたけどどうする、来るみんなちゃんとちゃんと来る。逆に会えるよ会えるんじゃない、逆に会う頻度高くなるんじゃない。え、今新店長のマックなんだけどマック来ない誰か、マックの2階の席で待ってるよとかねチャットで送られてきたら逆に会いに来るんじゃないみんな、新店長のマック逆に会う頻度が高くなったらめっちゃおもろいよね。なちゃん芸能人見て、見てないんじゃない、メンタル弱いから押し寄せる気がする契約切られそう、契約切られるかなそんなこと言ってたら、そしたらもう自分でチャットやるしかないよね。でも私のファンの人って私のことストーカーしなそうだもん普通に、したら怒りますけど、普通にしたらやめろっていう傘で多分ぶっ刺すと思うけど、雨の日とかだったら。ちゃんとアイフェル分つく、いやもちろんよそんなことしないけど、そんなことしないけど、だって怒られるじゃん、それはそう、それはそうだし、まあでもそうだね、チャットするぐらいなら会える場所作った方がいいよねって感じ。でもさ、一般人になった私に会いたい？いやなんか普通に例えばさ、こう一般人になった私に道端で会えたら嬉しいとかあるかもしれないけどさ、一般人になった私にさ、そういうわざわざなんかなんていうの、イベントまで開催して会いたいって思う人いるのかなって思っちゃうんだよね。自分にそんな価値を 見出せてない人間だからこそさ、余計さなんかこうなんか一般人の私に会いたいってなんでだろうって思っちゃう。そうアイドルっていうのが大きいって私は自分で思ってるから、もちろん私の人間性が好きって言ってくれる人はいっぱいいるけど、特に私のファンの人なんて私のアイドル力より人間性が好きって言ってくれる人はめっちゃ多いとはいえ、ただ一般人の私って、あでもそうだよね、会うならあれだよね、だからもうみんなでみんなでなんかでげえ宴会場とか貸し切って夜ご飯食べるなんか飲み会みたいな方のがねの方があれだよね、なんか私のファンの人と私の交流っぽい感じはするけどね。まあ一時一般人にはなることはないと思うので大丈夫と思いますけど、まあ、私がねもしかしたらね今後何年か後に卒業するときに、いややっぱ芸能界続けますとか言い始めるかもしれないしね。芸能人って人じゃないと押せないから、加入したての子をしたこと、ああそうなの、でもなんかショック受けちゃいそう、卒業したから当たり前なんだけど、アイドルじゃないから当たり前なんだけど、なんかあの人あんなにみんなのこと好きって言ってくれてたのに、やっぱアイドルじゃなくなったからもう好きじゃなくなったんだっていう、なんかいろんなショックを受けちゃいそう、その一般人でイベントやってあれみたいな、そうだよね、まあ、っていう謎のショックを受けて、なんか当たり前なんだけど、やっぱさ寂しいもんは寂しいな、嫌いになったわけじゃないとはいえ、なんかさちょっとこうもともと私のこと好きだったのになーっていう謎のショックを受けちゃう。とりあえずランキング読みますね。13位トシさんありがとうございます。12位バッサーさんありがとうございます。11位フーガさんありがとうございます。10位ビビーさんありがとうございます。9位タモちゃんありがとうございます。8位エカさんありがとうございます。7位サセボのテッチありがとうございます。6位バルタン太郎さんありがとうございます。5位シューミーさんありがとうございます。4位シュンくんありがとうございます。3位ごはんもありがとうございます。2位アスプッチンさんありがとうございます。1位テンタコちゃんありがとうございます。まあそうだよ、アイドルでいる私が好きなのはもちろんいいんだけどね、姉ちゃんのお宅にも会いたい、そうね仲はいいからね、多分私のファンの人たちは。じゃあ皆様おやすみなさいませ。明日もリハ頑張りまーす。じゃあねー、バイバイ。
まだ一時卒業はしないので大丈夫です。じゃあねー。